こんばんは。今日もいっぱい歩いてきたので疲れました。今日はメガネなし、今日はコンタクトをまだつけてるので。今日はですね、リハーサルは実はなくてですね、確定申告を使って、まだやってないです。今日はまだやってない。土曜日だもん、空いてない。ホワイトデー何がいいですか？タワーがいい。かっこ素直。いや、普通に今日はね、別にリハとかなかったので、シンプルにただ疲れてるだけです。歩きすぎて今日ずっと歩き回ってたので、いろいろやってて、用事やら何やらかんやらしてました。真夜中になってるような気がしますね。まあ私のいつもの配信がね、遅いからね。そう、なんかね、足腫れてない、足腫れてはないかな、でも疲れた。マッサージ行きたいんだよね。そう、コナン君、最近コナン君を私そのエピソード1から見てるんですけど、なんかコナン君、そのエピソード1付近でなんかその女子、可愛い女の子が結構なんか最近誘拐されるみたいなのなんか事件が起きてる。まあ、なんか会自体の題名はなんかあゆみちゃん失踪事件みたいな、なんかあゆみちゃん誘拐事件みたいな感じだったんですけど、でもあゆみちゃんとこう出会ったばっかりの頃で、私結構それ結構衝撃的だったのが、なんか、あ、待って、 Wi-Fi 繋がってない、ちょっと待って、タブレットの Wi-Fi が繋がってない、なんで、え、そう、ちょっと待って、切れた、え、いや切れじゃないよね、え、なんで、ちょっと待って、タブレット Wi-Fi 繋がってないと困るんだけど、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっと私の携帯の方のをつなごう。何があった、ちょっと待って、つながってないと困るんやて。インターネット共有でとりあえず Wi-Fi をつなごう。ちょっと待ってね、ちょっと携帯のやつつなごう。 OK、 つながった、つながった。 OK。 そう、なんかあゆみちゃんって結構あれなんだね、なんかあの、なんていうの、そのオタサーの姫みたいな感じだったんだね。いや、なんか源太くんと光彦くんがあゆみちゃんのこと好きなのは知ってるんですけど、普通のエピソードの時にもなんか結構なんかあゆみちゃん好きみたいな、まあそういうなんかランさんにさ、そういう相談する回みたいなのも見たことあるからさ、その好きなの分かったんですけど、その最初コナンくんがあの転校してきた時に、そのあゆみちゃんと源太くん、あゆみちゃんがなんか仲良くしに行こうあの子みたいになった時に、なんかそのコナン君が、あ、別にみたいな、なんかそっけなくした時に、その2人がなんかあゆみの言うことが聞けないのかよみたいな言い始めて、あゆみちゃんっておたさんの姫だったのみたいな、え、何こいつらとか思ってなんか面白くなっちゃって、え、みたいな、え、あゆみちゃんっておたさんの姫なんだって思ったんです。でその後のその結構なんか初期の段階のあゆみちゃんって結構やばいやつなんですね。なんかそのあゆみちゃんなんかなんだっけ、誘拐事件みたいな、その会の時にあゆみちゃんたちかくれんぼしてた時に、あゆみちゃんがなんかその強盗団かなんかの車にそのに隠れたんですよ、のそのトランクに。でそしたらまあそいつらは普通にね、どっか行くじゃないですか、怪しい取引をしながら。でそれでみんながあゆみちゃんが夜なんか全然見つかんない、どうしようみたいになってて、でまあ探しに行って結局まあ見つかるっていう回なんですよ、当たり前に。でその中でその車に乗り込む前に、そのコナン君とあゆみちゃんが話してる時に、なんかその新聞読んでるおじいちゃんがいて、そのおじいちゃんが読んでる新聞になんかその女子高生誘拐みたいなの事件のやつが載ってて、でそれ見てなんかコナン君とかがこんなの最近あってんだみたいな、そしたらなんかあゆみちゃんがなんかでもそれって可愛い女の子ばっかり狙われるんでしょ、どうしよう、あゆみめっちゃ心配みたいなこと言って、何言ってんのこいつみたいな、えみたいな、普通そんなこと自分で言うとか思って、いやコナン君もさガクみたいになってたけどさ、ほんまお前そんなこと自分で言うタイプやったんかみたいな。のんたんさん200回目の方もありがとうございます。イングリッシュマンさん400回目の方もありがとうございます。
私びっくりしちゃって、結構私は初期の頃のコナン君見たことがなかったから、なんかその最近のコナン君しか見たことがなかったので、最近のコナン君の中のあゆみちゃんって結構物分かりのいい女の子だったんですよね。結構なんか別に自分のことかわいいとか、なんかお父さんの姫とかいうわけでもなく、なんかまあシンプルに純粋にコナン君のことが好きで、なんかこう、まあ、コナン君の助けになりたいとか、まあでもちょっとたまにいらんことするよねっていうぐらいの認識だったんですけど、なんか可愛い子ばっかりになられたんで、あゆみ超心配みたいなね、おお前そんなこと言うんかみたいな、びっくりして、えみたいな、あゆみちゃんってそんなキャラだったのみたいな、思ってたんと違いすぎて、あゆみちゃんのキャラが、私結構なんかすごい衝撃を受けちゃって、これからあゆみちゃんのこと見る目が変わっちゃいそう。いやだから私そのシーンだけどうしても見せたくて、あのメンバーに、メンバー何人かに見せたくて、あの動画撮ってそのシーンだけストーリーに、何言ってんだこいつって載せましたストーリーってあれで、あの LINE のストーリーの方なんですけど、私 LINE のストーリーめちゃくちゃ使う、ヘビーユーザーなんで、そう何人かにこの衝撃を伝えたくて、いやマジであゆみちゃんそんなこと言うんだと思って超びっくりしちゃった、えみたいな、うっせやんとか思って、でしかもなんかその後かな、コナン君のほっぺにチューするんですよ、なんか助けてくれてありがとうみたいな、あじゃあ違うか、それは また別の回なんですけど、そのなんかコナン君のほっぺにチューするんですよ、みんなの前で、しかもラン姉ちゃんとかの前でみたいな、嘘だよとか思って、マジかよとか思ってびっくりしちゃいましたよね。フニーさん100回目の方もありがとうございます。 WBC 始まったの、じゃあ見ようかな。私もなんかね、ちょっとあのね、 TikTok 見てたら、その韓国戦かなとの、なんかそのなんかかっこよかったシーンみたいなのまとめてる人がいて、それ見て、すごいみたいな、かっこいいとか思ったんで、ちょっとせっかくなんで見てみようかな。でもあんま音でかくするとバンされちゃうもんね。見ないと、いや別にいいのよ、それは別に各自由でいいのよ。まあ今日はどうすんなら見てみますかね。なんちゃん、なんちゃん、かわ、人によって違うか。あ、これじゃん。韓国にイケメンがおった。イケメン探すやつじゃないよ別に。普段見ないですね。でもなんかそのかっこいいシーンまとめみたいなの見て、なんかあ、私もしかしたらこれハマるかもしんないって思いました。そのかっこいいなと思って、なんかそのなんか一瞬に今までどれだけの頑張りをしてきたんだろうとか思うと、なんかそれにちょっと感動しちゃって、一人で。昨日誕生日だった、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアアムネシア、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。ヌートバー選手が今来てます。あーね、なその書いてたコメント欄にもめっちゃあった、その TikTok のめっちゃすごいみたいな、この選手がすごかったみたいな書かれてて、おーみたいな。今日でチケ戦推し登録始まって4年でした。でも私のことはちょっとしか推してないんでしょう。栗山里奈さんと橋本春奈さんもちょっと推してますって書いてたじゃん。ちょっとかよ。野球嫌いだから。あ、そうなの、野球嫌いなの、なんで。じゃあとあるもの持っていくね。ありがとうございます。気になるのわかんない。投げる、打つ、走る、投げる、打つ、走る、取る、投げるとか。ドラマの開始時間遅れるのが辛いです。あ、そうなの。
別に私も、ああ今いた、大丈夫、今あなた顔に当たったけどボール、大丈夫そう。あ、話出てないから大丈夫っぽいね。タカさんずっと好きだよ、ありがとうございます。なんかあれは嫌だ、あの私なんていうの、あの私ただ見てえすごいぐらいで楽しみたいんですけど、なんかそれをなんかそれでなんていうの、めっちゃなんかこれはこうだからこうだよっていうのをなんかいやそれは違うじゃんっていう風になんかめっちゃ言ってこられると思うんだってなる。シンプルに私はなんかその頑張ってるところあかっこいいなぐらいで見たいのに、それに対してなんかこう私が聞いてもないのに詳しい知識をなんかいっぱい言われると、なんかあ別に別に別にみたいになる。そう普通になんか私があじゃあこれ今のどういうことなみたいなの聞いた時に教えてくれるぐらいがいいかも私はね。そう私も聞きたい時は普通に聞くから、スポーツとかもこれ今の何みたいな、なんで今テレタッチしたみたいな。そう私なんでテレタッチするのか未だに分かってないので、そう私野球マジで未だになんでテレタッチするのか分かんなくて、普通に投げてそのなんていうのベースにいる人が取るのじゃダメなのみたいなって思うんですけど、そうそれはなんでがシンプルに知りたいそれは知りたい、なんで。オフサイドってなる、オフサイドはオフサイド難しいから説明できない。だから A チームがこっちのゴー、 A チームはこっちにゴールをするとしますね。こっちが B チームのゴール、こっちが A チームのゴールで、 A チームのゴールってことは B チームがこう、あ違うわ、 A チームが守ってるゴールで B チームがこう攻めていくじゃないですか。でも A チームの人がここに一人いたとしたら、ここの A チームのキーパーと A チームの一人の人の間に誰も入っちゃダメなの確か。合ってる合ってるよね、そういうことだよね、オフサイドって。そうそのなんか守備してるそのキーパーじゃない人とそのキーパーの間に入っちゃダメなの、その相手チームは。そう一人は絶対に相手チームの人を確か挟んでなきゃいけないみたいな感じだった気がするよ。え合ってるだよねそういうことだよね。どっちにも攻めかタッチしないと終わらない。えなんかそのタッチしないといけないとかさ、タッチしないとダメみたいな、そういうのがちょっと分かんないのよ。え今はタッチ OK なのみたいなそういうのが起こんの、野球だと私の中で。オフサイドトラップだからあれでしょ、いると見せかけていなかったから入っちゃったらさ、あれみたいな感じじゃないのそういうことじゃないの、オフサイドトラップ名前的に私はそうだと思ってるよ勝手に。えどう、オフサイドトラップって何、なんかあれでしょ、こう一人が攻めてきてる時にここに一人いると思いきやこいつがちょっとピッて行ったせいでこの人がさ、あれみたいな感じじゃないの、あれみたいな、行き過ぎたみたいな、そういうことじゃないの分かんないけど合ってる合ってんの名前で適当に言ってみたけど、だからあれでしょ、要するに戦略みたいなもんでしょそれが。あすごいじゃん、私結構わかるかもしれない。あ今なんかうわーって叫んでたけど全然見てなかった、最悪1点取られました。あそういうことだからあーって言ってたの、ここであのあーっていうのやめて、コメント欄が荒れちゃう。頑張れー頑張れー難しい、ちょっと待って目が全然開かんな、ちょっとあれしよう、ちょっとまつげだけ上げさせて、なんか全然敵キーパーとシュートするサイドの間に敵がいないとオフサイド、あ間違えた、敵がいないとダメな、え敵キーパーと、あそうでしょ、そういうことでしょ、だから誰か一人はいないといけないんでしょ、そのあじゃあもう一人ぐらいキーパーじゃない他の人がそのキーパーと自分との間にもう一人いないとダメなんでしょ。ランナーが戻ってもいいときはヨータッチ、後ろが詰まってて戻れないときはベースタッチ、あそういうこと、えベースタッチ、じゃあベースじゃない、ベースじゃない、あうん、えどういうこと分かんないんだけど何の話、今のは
サッカーのオフサイドの話でも今見てるのは野球です。ラナイさん100回目の方もありがとうございます。相当プレッシャー感じ、あ、そうなの、相当プレッシャー感じてるの。ちょっと私にはちょっとまだ、おお綺麗、今の投げるの綺麗。ベースタッチは足でもいいってこと、後ろが詰まってるってどういうこと。あ、だからあれか、ホームから一塁に走るときは後ろ詰まってるとかじゃなくて、もはやホームには戻れないからベースの何即タッチじゃなくて即タッチ違う、即タッチ靴下止めるノリやじゃ、なんだっけベースタッチで、でも一塁から二塁に走るときに後ろ誰もいません、後ろ誰もいませんよとかいうときは手でタッチも可能ってこと。だから例えばこうピッチャーが投げ牽制みたいなのあるじゃないですか、あれするときはテレタッチも OK ってこと。ランナーが二塁は三塁のみならタッチアウトが必要。え、でも必要なだけで、違う、可能じゃないの、それって必要って絶対なわけ、絶対条件なの、それとも、そう野球のルールの話、牽制はタッチしないとアウト、あ、そうなの。あ、じゃあ例えばランナーの人が、ランナーというかその打ってちょっと前にいる人が二塁にいてホームにもいます、今からホームの人が打ちました、バゴン打ちました、じゃあ二塁から三塁に走ってます、でその打った人はホームから一塁に走ってますの状態の時は、その二塁か三塁に行く人は何ホームしかダメなの。え、でもそれはタッチ OK ってこと、後ろ詰まってる、まあ、めっちゃホームから来る人が足早かったら詰まるかもしれないけど、え、あ、しなければならないの方なんだ。牽制は絶対タッチなんだ。え、今私が言った場合はどうなるの。あ、そう、あれバッターボックスっていうの、私の中ではホームだね、あそこは手タッチのみ。え、それはタッチがいるの。え、二塁から三塁に行く人はタッチじゃないとダメなの。二塁ランナーはタッチ、あ、じゃあ絶対タッチなんだ。そこは2位から3はタッチなんだ。え、3からホームは、あ、でもそれはタッチじゃないね。あれだってよくね、ホームでパスって取ってるの見るもんな。え、あ、そんなことはないの。え、タッチすればアウトになることは分かってんの。2位から3に走る人にはタッチが必ず必要。あ、それタッチいんの。ルイが空いてて戻れる状態でタッチ、あれどういうこと、タッチタッチここにタッチ、じゃ分からん分からん、どういうこと、待って分からんで、ルイが空いてて戻れる状態でタッチできたらアウト。え、それはでも可能条件なの、必要条件なの。満塁だったら、まあそうね、満塁だったらタッチは確かに大変よね、鬼ごっこみたいになるよな。三塁からホームもタッチいるけど、タッチいらんときもない。だからそもそも違いが分かんないんだって。なんでだよ。一二が埋まってたら三塁でベースついてたらアウト。え、どういうこと。あ、一二が埋まってて三塁でベースついてたらアウト。あ、でも一二が埋まってなかったらいいの。三塁なら不要、どっかの塁が空いてたら必要。そういうことね。あ、でこの人ヌートバーっていう人、さっきから言ってる。あ、ほんとだ、頑張れ。でもなんかすごいあれね、プレッシャーすごそうね、昨日この前すごかったから。頑張れ、あーあああ、一回一緒に野球やるか。いや無理、ボコボコにされて泣きそう。ちょっとまつげだけあげる。え、じゃあ全部埋まってないときは絶対タッチがいるの、絶対。あ、
あ、そうなんだ。じゃあもうほとんどタッチってこと？だってそうだよね。だって満塁じゃなかったら、満塁だったらタッチがいらないってことは、ほとんどタッチがいるってことでしょ。ホークスの解散あれでしょ、今回2人なんか大分の方が、一塁はいらないよね。一塁でタッチあんま見たことないんだもん。それベースタッチじゃないよね。それ私が言ってるのはその手タッチのことなんだけど、ごめん、手タッチってなんだろうね。通算打率3割超え。だから10本投げられたら3本は打ちますよってことか。でもそのなんか何割がどのくらいがすごいのかも私わかんないのよ、もはや。なんださん、源田さん、源太さん、違う、海さんと何さんだ。3割超えてるとですよ。まあでも確かにそうだよね。10本投げられて、そう、3本打てたらそれすごいよね。あ、源田さんか。源太くんはそれコナンだな。イエーイ。イエーイか分からんけど。何ですか ?4 本ボールでした、今のは。イチローさんでも3本。すごっ。それはすごいわ。あ、三振しちゃったな、今のは。あれって振ったんだ。私振ってないと思ってた。残念。頑張れ。どれがストライクか分かんないのも、私には全部ボールにしか見えないんです。なんか絵に描いたのはストレートだ、ストレートじゃない、絵に描いたの投げるやつだったら分かるけど、今何、私さ、右側に書いてるさ、ボールとかさ、なんかストライクとかのやつがさ、多分スイッチに邪魔されて見えないのに。ほら、綺麗な空振り。今すごい綺麗なフォームだったね。アニメの世界の話のメジャー的なやつですか。逆に全部ストライク見える、もう逆に全部ボールに見える、私も。それは良くないよ。膝から胸、ホームベースの幅がストライク。もう私全部ボールだよ、そんなの。変化球の種類いくつ知ってる？フォーク、カーブ、スロー、ぐらいしか知りません。スライダー、あの聞いたことある、言われてみればなんか、あーうーんぐらい、うん、わかるかなぐらい。お口もしちゃおう、ついでに、ついでに愛のプチ。左目だけ大工事。ナックル、知らん、それはポケモン。シュート、シンプル、何それ、わかんないよ、そんなの。わかるわけないじゃん。タッチアウトかなんかベースアウトかもわかんなかったみんなに。わかるわけないじゃん、ここまでわかんないよ。ナチャへの愛は直球ストレートだよ。うるせえ、アウトアウト。ホワイトデーイベント、ホワイトデー、ホワイトデーギフトちょうだいにしよう。ちょうだい、ハート。
おもんちょさん100回目の方もありがとうございます。ナックルは触れながら、困るぞ、そんなのうるるるってくるってことでしょ。佐々木投手はスライダーがすごい、なんだっけスライダーって、ちょっとわかんないや。パームボール、ハイパーボールかと思ってポケモンかと思ったら全然違った、ごめんなさい。でもなんかさ、あんまり詳しくないスポーツの技とか聞いても全部ポケモンに聞こえるんだよね、もはや。ブリハマチさん好き、ありがとうございます。なんかさ、天神とかにさ、天神とか歩いてるとさ、めっちゃさ、なんかこう、なんかマスク反対みたいな、今日なんかマスク反対派の方々のさ、こうなんか演説が行われてたんですよね、天神付近で。なんかそこでなんかそのマスクをつけててなんか体調悪くなって倒れた人がいるみたいに言ってたんですけど、私思うんですけど、つける人はつける、つけない人はつけないにすればいいじゃんと思って。しかもつけなくてよくなるんでしょ。じゃあなおさらじゃないですか。なおさら別にそんなんさ言わんでもさ、つけたい人はつければいいしさ、つけなくない人はつけなきゃいいじゃん。それわざわざなんかそんなさ街中でなんか言わなくても別によくないかなとか思ってさ、どうせしかもなるじゃん、なるからさ、もう決まってるわけじゃん、それがなりますよっていうのは。じゃあ余計それ言わなくてもいいんじゃないとか思ったんだけど、どうなんですかね。別に自分の好きなようにしたらいいと思いますけどね。別につけたくないのはつけなきゃいいと思うし、まあ、それに対してなんかつけろって言ってくる人にだけ反抗すればいいと思うんですよね。別になんかつけたら体調が悪くなるんだとか言って、で別にさ、なんかそういうわけじゃないじゃん。別に普通にさ、つけろって言われてるから、まあつけてますよぐらいの人に際してさ、なんかつけたら体調が悪くなりますよとか言われてもさ、いや私は体調悪くなりませんみたいに言われたらさ、どうしようもないじゃん。だから別にそんなのなんかさ、自分のさ意思でさ、つけるつけない決めればいいのにさ、なんかわざわざそんなことしたら逆になんかそっち側が悪くさ見られそうじゃないですか。なんていうの、その街中でさそういうこと言ってる人たちがいるっていうさ、何派の方がさなんか嫌な風に見られるじゃないですか。やめないんで、やめないと思うんですけどね。まあ多分そんな単純な話じゃないんでしょうけどね、そういう風にその演説までする方々は多分そういう簡単な話ではないと思うけど、でもそう思うんだよね私は。どうすんなら右側のアイプティしちゃおうかしら。でも今いい感じかな、右左ちょっとここが辺私。でもマスク外すと思う、多分ある程度は。顔隠す時とかつけるかもしれないけど、すっぴんとかの時。でもそれ以外外すかも。私マスクそんな好きじゃないし、そもそもインフルの時期でもマスクつけずに歩いてたぐらい、私マスクそんな得意じゃない人なので。夏とか汗やばいじゃん。別につけたくない派の人に賛成じゃ賛成だけど、だからといってなんか別に勝手にしな、マスクつけてる人見たからといって、まあ別に勝手にしなぐらいだし、なんて思わない。マスクしてるからなんか、やめなよとかそんなのはないですけど、俺も先取りしてマスク先取りそれって別に名誉的なことではないけどね。でももうめっちゃ寒い日のさマスクってあったかいよね、地味に。だからなんか別にね、そんななんか揉めるようなことでもない気がしますけどね。インフルがすごい流行ってるよ、気をつけな、みんなも。私も別に気をつけますけど。別に反対も賛成もないですけど、マスクに各おのおの自由にすればいいのになと思いますけどね。まあそれは外してもいいですよっていう意見があった方が、どっちにも自分が好きな方にできるか、それは外すしてもいいですよっていう風になったらいいよねって話だけど、なるからね。なるからね。
花粉症なので。確かに花粉症、逆に花粉症の人に外してくださいって言えるのかな、私たち。むしろあの人たちは花粉症じゃないのかな、大丈夫かなって。花粉症だったらつけないと死ぬじゃん、花粉で。菅爺さん200回目の方もありがとうございますじゃない。ああいう演説してる人たちってさ、花粉症じゃないのかな。花粉症だったらつけないと無理じゃない。インフル流行るの久しぶりだから。まあそうだよね、マスクつけてたのもまあ大きいけどね。逆にそこは救急車こっちにいると思って、それよく言われるね。人に迷惑かけない程度だったらどうしてもいいと思いますけどね。あ、待って、全然野球見てなかった、やばい。今投げてる、投げてる、投げてんね、頑張れ。あ、さっきもこの人投げてた。おお、え、今のずれたんだ。今めっちゃ綺麗だなと思ったのに。わからんぞそんなスローで。いや、今のは絶対胸だって。高くないよ今のは絶対。だって、絶対今のおっぱいより下だった。相手の人がもしかしたらおっぱいの位置が低かっただけかもしれないじゃん。うわ、今の足首に当たったぞ、痛いぞ今のは。え、だってそうじゃない。だっておっぱいの位置がもし低い人だったらさ、その分さ、あのボールと、ボールのさ範囲が広くなるわけじゃないですか。わかる？その腰からさおっぱいまでがさめっちゃ低く狭かったらさ、ストライク投げるのめっちゃ難しくない？だってそうじゃない、言ってること。え、そうでしょ。だって、え、じゃあもはやあれじゃない、もう打つ人さ全員バッター全員さあれじゃない、ちょっとさ胸の位置が低い人さ全員バッターに行ったらさ強くね。だってそしたら、だってストライク難しいじゃん相手。フォアボール狙う、もうフォアボールで点取るしかなくないですか。背が低いとおのずとストライクゾーンは狭くなる。まあ確かにね。あ、脇の下なの、なんだ。だってさっき誰かが胸から腰の位置って言ったもん、ストライク。だからおっぱいだって思うじゃん。自己申告ですか。そう、自己申告です。考えたこともなかった。え、でもそうじゃない？じゃあめっちゃ首長くてさ肩低い人とかだったらさ有利ってこと？もうこうなんていうの？ここがさ、この首が、首の長さが長くてその分肩が落ちてる人、撫で肩の人とかさ、めっちゃ撫で肩の人とかじゃあめっちゃあれなんじゃない？ストライクゾーン狭くなるんじゃない？撫で方で身長低めな方とかだったらどうよ。キリンみたいな例え雑？キリンみたいな、まあ間違ってないけどさ、私が言いたかった例えと。撫で方の一振りなの。今のは一塁ランナー戻れないので二塁ベースタッチでアウト。今のは一塁にいて打ったけど取られて、一塁にいて人が二塁に走ってます、なんか打った人が一塁に走ってます、後ろ戻れませんということでベースタッチでアウトってこと。待って、どっちだっけ、待って、満塁の時はタッチがダメなんだ、タッチじゃなくてベースでいいんだ。
胴長の人不利。そうね、確かに。じゃあリナ不利ってことだ。野球ダメだ。リナめっちゃ胴長だわ。私野球しないようにするね。多分不利だから。バット持つときは腕が上がるから同じじゃね。確かにめっちゃ盲点。超正解じゃん。それはそう。あ、分かった。だからあれだ、なんて説明する。その一番先頭の塁にいる人の後ろが詰まってたらベースタッチでもアウトってことか。だから三塁にその人がいようと、二塁と一塁に人がいて、今から打ちますよ。満塁だ、それ違うわ。二塁にいて、二塁に一番先頭の人が二塁にいて、一塁にも人がいますってなった時はベースでもいいんだ、三塁の時。え、そういうことだよね。佐々木選手、里奈ちゃんの一つ年下。あ、本当？すごい頑張ってるね。めっちゃ上から目線だ。めっちゃ上から目線でちょっと頑張ってるねとか言って。ダブルプレー違う。ダブルプレーが分からないで。そもそもそっからやねん。あ、今のストライクなんだ。ちょっと全然分かんなかった。え、そのホームのさ、ベース感っていうのがどこなの？その、あそこか。狭いな。でさ、カメラがさ、そのなんていうの、こう投げる人のさ真後ろから撮ってるわけじゃないからさ、ちょっと角度が違うじゃん。だからさ、こっちから見たらそのさ、ベース感に入ってるのか見えないの、わかんないの、私からしたら。わかる？言いたいこと。私はあの空間のね、こうする能力が結構私ないんですよ。空間認知能力っていうのはこれのこと。そう、私それがないから、あのちゃんと真後ろから自分と同じ目線でとかじゃないとわかんないんだよね。空間認知能力、多分それがあんまないから、全くその人と同じ視点、同じ角度とかから見ないと全然わかんないんだよね。全部だからボール見えるんだと思う。あ、今のはとってもカキンって感じ。ゆきんこさん、100回目のもありがとうございます。そう、カギン、みんなこっちが多いんですか？思ったけど、そのさ、今日さ TikTok で見た動画の人みんなこっちから打ってる気がする。私でもこっちなんだよね、多分打つなら右からパキーン打つんですけど、みんなこっちから打ってるね。さっきの人もこっちから打ったよね、左から。侍ジャパン左が、あ、そうなんだ。あ、今右だ。なんか仲間感じる。頑張れ、右から打つ人、頑張れ。左打者が頑張れ右。え、私右利きだよ。右利きだけど右から打ちたいんだよね。あ、今のどっち？と、わからぬ。今のわからぬ、今のは。頑張れ。おお、危ねえ。山田さん、そう、山田さんです、今の人。私右利きなんですけど、え、それどっちかとか関係あるの？その右利きの人はどっちが打ちやすいとか関係あるの？何その栗山里奈2023って、そのアバター何？初めて見たんだけど。左打ちは有利だから。あ、そうなんだ。私なんか地域のソフトボール大会みたいなの一回出て打ったけど、右で打ったな。もう打ってないんですけど、詳しくは打てなかったんですけど、練習で打った時にカキンってして、普通右側、右側。うーん、まあじゃあ練習したんだ、みんな。あ、今のフォアボールなの？まあちょっと全然見てなかった、ちょっと待って。まあスイッチでさ、そのなんか多分さ、あのボールとかさ、ストレートじゃなくて ストライクって書いてるやつが全部見えないの、スイッチで隠されてんの。あ、今のは多分ボールだね。あ、今回は右側だ。頑張れ右側。私右手、右から打つ人応援してる。
いやスイッチで見てないじゃん。スイッチで見てるんじゃなくて、そのちょうどそのストライクとか書いてる、多分その点が点々あるか分かんないけど、多分それが書かれてるであろう場所にスイッチが目の前にドンかぶりしてて、テレビにちょっとスイッチどかしてくる。スイッチのせいで何も見え、あったあったあった見えた見えたあるじゃん。そう、このさ、点々が見えなかったの、ストライクとかのやつが。あ、打った。そう、ちょうどそこにスイッチが置いてて、テレビの前にちょうど見えなかったの。あったあった、やっとわかる、これで。お、満塁になった、来た。タッチじゃダメだ、タッチでもいいか、タッチでもいいやつ、これは。おうおう、もう力強いですね、この人。その角度で当たってそんだけ飛ぶのすごいな。思わん？なんかさ、綺麗にさ、こう来た時にさ、こうパーンって当たったらさ、綺麗にスパーンって飛びそうだけどさ、こう来た時にさ、なんかこうじゃなくてさ、ごめん、これだとラケットみたいになっちゃうか、なんかこう微妙なさ、この腕の角度でさ、当たった時飛ぶのがすごいよね。ガオちゃん1300回目のおめでとうございます。うわー、綺麗に振りましたね。あー、やばいよ、あと1回で。今何アウトなの？通算盗塁成功率 8.55。 左だけど、あ、左じゃん。おお、痛いの無理だからさ、そのデッドボールとかさ、なんかそういうのがあるとさ、ビクってなっちゃうんだよね。ワンアウト。あ、じゃあまあこの人がもし例えばちょっと失敗しちゃっても、次の人がバチコーンって打てばいけるんや。頑張れー。あー、ダメだよ、それは良くないよ。あ、まあ、でも別に今でも満塁なのか。分かった、ダブルプレーってあれか、1人アウトにしてもう1人アウトにするのがダブルプレー。2人一気にアウトになったらダブル。やばいやばい、分かった。デッドボール画面に、なんかそれ言ってなかったっけ、前コメントで、前言ってた気がする、私のあれだし。なちゃんにやったら大乱闘やな、スマッシュブラザーズ開催されちゃうよ。だから今満塁だよね、まだ。おー、頑張れ頑張れ、今打ったらヒーローやぞ結構。おー、甲斐選手じゃん、頑張れ。頑張れ、知ってるよ君。あ、可愛い、この応援ガール。この応援ガール可愛い。あ、頑張れ、知ってるよ、大井戸の人でしょ。頑張れ、知っとるで。今のはボールよね、分かるよとか。頑張れ、いけるよ、頑張れ、知ってるよって。なんなら多分会ったことあるかも、私この方会ったことあるかも。私高校に来るっていうイベントで、私の高校じゃないけど別の高校に来てる時にお会いしたことあるかも。え、今のストライクなの？会ったことあるかも、私高校時代。マジ、いや、会ったことないかな。いや、会ったことないかな。いや、でも、お、ちょっと待って、分かんない。あー、今のは打ってほしかった。え、でもソフトバンクの選手だよね。ちょっと待ってよ、待ってよ。どっちやねん。いや、そうなの。え、でも待ってよ、ソフトバンクの選手の
あの選手は会ったことある絶対。ちょっと待ってよ。ああ間に合わんのかい。間に合わんかったか今。バンクの選手のあの誰だっけ誰だっけ、大分の人じゃないけど、あ、今宮選手は会ったことある、高校生の時に。柳田選手会ったことあるかな。でも今宮選手は会ったことあるんだよね、ガチ。これは本当に会ったことある。うわー、なんで保存してないんだろう。私保存してないかもしれないけど、私多分高校生の時その部活のメンバーとその選手何人かと集合写真撮ったやつあるんですよ。そう、部活のイベントで呼ばれて一緒に踊りました。っていうことがあった。待ってよ、どこだっけ。福岡のね、じゃあ高校じゃないわ、中学校だのなんかイベントに呼ばれて、私高校生で。で確か行った気がするんだよね。これは嘘じゃないよ。嘘だと思われてたら悲しいよ。何のイベントだったか忘れちゃったんですけど、これかな思ってないよ。いや、そう思って思われてたらちょっと悲しいな。でもこれだった気がするな。マミヤ選手がそのイベントに参加。あ、そうなの。さすがにでも出てこないから、何年か前なので。そう、でも福岡の、まあ、とある地域の中学かなの九州豪雨災害のチャリティー、それなのかな。でも何人かそれで会いました。サインはちょっともらってないんですけど、さすがに。いや、でもこれじゃない気がするんだよな。
2017年くらい、18年か17年だった気がする。17年かな。でも屋外でしたよ。屋外の中学か高校でやりました。中学かなの時に。でも、でも名前あった気がするんだよね。何だったかな。ちょっと待って、ちゃんと見なきゃ。ちゃんと見なきゃ。まあ今度友達に会ったら聞いとくわ。同じ部活だった子に会ったら誰がいたっけって。今日パスタ食べれました。パスタ食べれました。一応家で簡単に作ったやつだけど。初のキャラメルマキアートの感想、なんかねすごい思ったより味を薄く感じた。でもまだあるんだよね。甘さはまあまあ甘かったんですけど、でもなんかアーモンドミルク私あんま得意じゃないかも。変更したものの、なんか今日もらってたスタバのチケットがあったから、そういえばと思って思い出してそれ使ったんですけど、700円分だったから店員さんにおすすめ聞きながらいろいろやったけど、アーモンドミルク私苦手かも。でも美味しい。ホイップとエクストラソースにしました。あとはでグランデにした。さすがにあの一番でかいのなんていうっけ、グランデじゃなくて、グランデからのジャイアントじゃなくて700円でちょい足りない。え、嘘だ、700円めちゃくちゃ多いよ。さらにもう一個できたんだけど、あさ、ベンティベンティジャイアントやばい。そういやさすがにそれ飲めないなと思ったのでやめました。ショートトールグランデベンティです。確かベンツみたいなね。グッチーさんずっと好きでありがとうございます。21日ここ店入りださ、おいで。ここ店みんな21日応募しな。いいことあるかもよ。まあ何とは言いませんけど。ヒロキアのつけ麺食べたよ。美味しい、美味しいよね。あそこの綺麗、今めっちゃ綺麗だった。今のはボールなの。今すごい綺麗スンって言った気がしたけど、ストライク。え、だよね、今めっちゃ綺麗だったね。スンって言ったよボールが。いえいえ、違う、仕事で悲しみ。ああ21、めっちゃ21日はめっちゃいいことあるかもしれないな。ああああ残念夜公演だけ。まあね、基本昼公演ってないもんね。土日しかないしね。なんなら明日昼公演だけっていうのがなんかびっくりだよね。何が何でも行くかっけえ。祝日、あ、祝日なの21って。あ、そうなんだ。春分の日、うん、
秋分の日って何がだっけ、鬼は外はそういう節分だもんね。20日はいいことない。20日ってなんだ、何の公演だ、20日公演パジャドラパジャドラ知らん、あるかないいことわかんね。綺麗、今のも今のもすごい綺麗。あーでもまあまあまあ普通ですね、20は普通ですね。21以降はパジャドラじゃないかな。いやわかんないの、私も正直どこまで発表されてるかもわかんないし、どこまでが私が知ってるのかもわかんなくて、自分でも何が何日が何公演か全然わかってないの。はんちゃんが平日夜できないから昼なんだろう。いやそれはそうなんだけど、そうなんだけど、だいたいこういう時ってさ夜公演もあるイメージあるじゃないですか普通に。それでもなかったからあれと思って、うなえもんずっと好きでありがとうございます。27まで発表されてる、うーん、やっぱ見てなかった。さっきからこの人ずっと投げとるよね、きつそう。あすごい、今グローブがめっちゃ綺麗な黄色。おお綺麗、今のもあタワーだよ。あ、ほんとタワーなの、ほんとだありがとう。さっき私がちょっとしか好きじゃないって責め立てたからタワーくれたのかな、ごめんなさい。タワーだね、わびタワーってやつですね。ありがとうございます、ありがとう。だってなんか、だってなんかツイッターのプロフィールに秋脇翔子ちゃんが好きです、橋本春奈ちゃんと栗山里奈ちゃんもちょっとだけ応援してますみたいな書いてたんだもん。何やその書き方、ちょっとってなんやねん。公演なんとかされてんの、公演何だってちょっとって、ね、ちょっとって書いてたのが悪いんだよね。1歳差だっけらしいです、1個下って聞きました、さっきコメント欄で。これがめっちゃ気になる、公演なんとかされてんの、このコメント、この星は何だったんだ。ヌートバーさんから、あそうなの、次あれなんだ、一周するとかしないとかそういうシステムじゃないの。あ本当だ、うららも出場してる、うららのツイート探しに行ってんだけど、あったアカウント見に行け、載せてない、まさかの載せてない。あ一周したの、してないかと思っちゃった。すごいなんかトレンドに甲斐選手入ってる。
まさみやさん、ずっと好きだよ、ありがとうございます。クリナはセクハラ常習犯扱いされてますがっていう英語させたら見えたんだけど、何これ何これ。何の晒しがあったんねん。まあ別にこの程度の晒し何とも思わないですけど、そのセクハラをしてるなんてね、間違ってないからね。これかな、コメントさっきの星なわけないか。21日のメンバー今出た、ちょっと前に出たね。そう、リンリンとリサッキーがまた出てくれますね。DM 行こうとした開いてね、怖い怖い怖い、トツすんな、トツを。いいのよ別に、そんななんか悪口書いてたらムカつくけど、なんか見た感じ悪口じゃないっぽいし。 HKT チュエトデさん、雨ありがとうございます。のどかさん、いつもありがとう、ありがとうございます。すごいいっぱいくれてる、ありがとう。でここで覚えるのすごいね。そう、今回はですね、なんとその覚えるのもちろんすごいよ、もちろんすごいのを前提で、今日はね、そのリハとかが、あれどっちどっち、リハとかの時に、えアウトなの、ああそう、今回はですね、あれなんです、リハーサル通しとか、そのフリーレの時にも6期生後ろで一緒にフリーレとかもやってたので、ある程度多分覚えてくれてるんだと思います。ありがたいね。でもその制度めっちゃいいなと思って、あ本当だ、アウトだ。そう、でもあれじゃない、ずっと出てなかったら普通に忘れるしさ、あれかんだありがたいですよね本当に。でもすごい、なんていうの、その制度私も羨ましいなって思った。私もそれ添えど欲しかった。まあでも私が入った時とかリセットとか目はもう始まってたからね、そもそも公演が新公演って、それがいいなと思う。やっぱアンダーで出た時って何の振りが正解なのか正直分かんない時があるんですよ。やっぱ人によって癖もあるし、ダンスの教えてもらったものをやっててもちょっとずつの癖とかでやっぱどうしても振りがちょっと違く見えちゃったりとか、そういうのがあるから、そういう振り入れに参加できるっていうのはマジでいいことだと思う。無茶気メールで目撃者のゲネ見た、ここてん頑張りますって来ててそう、ゲネは6期生全員どっちも見てました確か。そうだから、ここてんもみんな見に来てくれてました。サトレアの花を見るそのために思い出すのどうしてなんだろう。おーおーおー、頑張れ、走れ、めっちゃ走れ、おー走れ走れ。パチュで立ち位置よく間違えるかしら、何の心配やねん。カワストアサさん600回目の方もありがとうございます。まあそんなもん、そんなもん。コテンなんだ、コテンっていい公園だよね。次は大谷さん、
みなちゃん見るとサブウェイ来たくない。え、何、私の顔面サブウェイの顔してる。あ、え、ま、お、お、頑張れ頑張れ。あ、次はあれだね、ベースアウトダメだね、タッチだね、次は。次はタッチってことだね。おぐじいさん200回目の方もありがとうございます。え、そういうことでしょ。今2類しかいない、2類とホームのとこしかいないから、タッチってことだね、ベースアウトがダメってことだね。そういうことだよね。今のストライクなの？低くね？野球見るの意外。え、なんかみんなが見てたから私もじゃあ見てみるかっていうノリで見てみてる。意外と普通におもろい。あれよく戻れるよね、牽制みたいなする人さ。私戻れないよ、ずるってこけないから。はっ、アウトだなるよ。あー、頑張れ頑張れ。でもあれじゃない、なんかすごいすごいともてはやされすぎるとさ、確かにめちゃくすごい人なんだろうけどさ、あれじゃない、こうなんていうの、プレッシャーやばいよね。やばい、俺この前めっちゃ打っちゃったからめっちゃみんな期待してる、どうしようみたいな。あーって、今のは絶対やらなくてよかったやつ。僕はプロですから。いやでもすごいね、そう考えるとプロってすごいね、メンタルもしっかり自分であれできるって。私無理よ、やばいどうしようみたいな。前回めっちゃ打っちゃったからめっちゃみんな期待してる、無理、打てないんだけどとかなるもん絶対。すごいよねそう考えると。姉ちゃんプロやん。姉ちゃん間違えるともうダメになっちゃうから、ダメだよ、これ廃棄はね。そういったら選手にならない。いやなるでしょ。お、やばいじゃん、ツーアウトじゃん、もう。今のは出たな、私でも上がったぞ今のはボールだったな。アープラって見れるの野球。あ、村神様っていう、あ、ほんとだ、書いてるように。あ、くしゃみ出そう。あれ、さっきこの人こっちで打ってたっけ、逆じゃなかったって。右で打ってなかった、あれ変えてみた。一恵さん雨ありがとうございます。あれ左だったっけ。あー、めっちゃ綺麗だったな。うん、好きな方で打つのも OK なんだ。うわ、今めっちゃ今めっちゃ打てそうだったとか私が言っちゃダメなんだろうけど、おー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 、そんな間に合う、間に合うんかい。マジ 0. 何秒の世界だね、ああいうのって。村上様はりなちゃんの人と、あ、そうなのね。翔太郎さん、わら太郎さん、100回目のおめでとうございます。みんな絶対今の振ってた、あれってね。
次は誰だ。お、もしかして右の人、右で打つ人、左じゃん、また左じゃん、なんで右で打ってよ。誰か右の人来んの。次右、てんてこちゃんずっと好きだよ、ありがとうございます。おお、すごい、おお、すごいすごい、めっちゃめっちゃ走ってた、イエーイ、ええやん、めっちゃすごいやん、すごいやんめっちゃ上からめっちゃ上からすごいやん、え、すごっ、めっちゃいいとこだったね、誰もいなかったねあそこ。でもそうだよね、あれから打ってそっちの左側に行くとは思わないよね、みんなそのこっちからの角度で大体こっちをね行くの、飛ぶの。アープラめっちゃ遅れてる、あ、今2点入ったよ2点入ったんだよ。流星さん、とうとうありがとうございます。あ、今のは綺麗だったな。あ、右の人だ、頑張れ右の人頑張れ、私右側の人応援してるから、頑張れ右、山田さんか。うわー、今めっちゃ打てそうだった、超綺麗に真ん中ストーンだった。あ、出た、さっきの可愛い子たち2人だ、さっきの応援がある可愛い子2人が映った、またさっきも映ったね、この人たち可愛いよね、この人たち、わかるよ、映したくなる気持ち。あ、今のは頑張れ、いけるよ、頑張れ、右の三冠、あ、そうなの、五輪 MVP って書いてる、だからってこと。姉ちゃんの解説なさ見てます、点入ったら教えるね。おお、綺麗、お、あ、マニア、うか、それはそうか、イエーイ、1点入りました、わーい、あ、かわいい男の子がめっちゃイエーイ、入ったよ入ったよ、報告、勝ってるの今3対1です、勝ってます、3回裏らしいです。相手そっち側苦手なのかな、やっぱりあの左の奥、まあ、どこに飛ぶかなんて分かんないもんね、こんなボール。すごい、あ、今打った遅いね、結構遅れてんね、頑張れ、お、あ、出た、またみんな人だ、あ、綺麗、今の、あ、ボールなんだ今の、あと2点いこう無茶しか言わん人、頑張れ、おレフトライトは知らないのよ、知ってるよ、レフトでしょ、ライトでしょ、知ってるよ、私はあんまり飛んでこなそうなレフトが好きでした。あー、山の人が続いてるんだ、あ、右だ、山がつく人は右なんだ、あ、今めっちゃ綺麗だった、今めっちゃ打てたら綺麗だった、今のさ打ってたらめっちゃ綺麗に飛びそうだったね、あ、早かったんだ振るのが、当たればホームラン、めっちゃ綺麗なあれだね、痛そう、そのさ、こうキャッチャーの人さ、こうお腹にさボンってさ跳ねてきたやつがさ、こうなんていうの、こう当たるの痛そうじゃない、
だからつけてるから痛くないんだろうけど、なんかプロテクターみたいなつけてるからさ、痛そうじゃん、あれ見るためにうってなる。この人かわいい、山川さんかわいい。あ、お尻フリフリしてる。あー惜しいね。でもちょっと今外れてました、もしかして。毎回痛がってる、あ、痛がってるの痛がってるんだ。仲間だ、仲間じゃなかった、普通に痛がってたんだ。痛くないかと思ってた、なんか平然とした顔で割とやってた気がしたから。この人かわいい、山川さん頑張れ。あー、お父さんかなお父さんかなとか。え、でもすごいすごいよ、逆転したよ。みんな奇数人と結婚する。私多分食事管理とかしてあげるの無理だと思うからダメだと思う。私野菜食べないから、ブロッコリーとか茹でるの嫌だもん。私にはちょっともったいない人ばっかですね。沖縄出身、あ、そうなんだ。え、てか思うんだけどさ、待って、このさ、これさリアルタイムでさ合ってるわけじゃん、この試合はさ。なんかさ、このさ、この CM が合ってる途中ってさ、もう試合は行われてるんでしょ。え、違う、一旦 CM なんでストップとかないよね。今テレビで見てる、私ちょうどこの配信のこの裏にテレビがあるから。守備交代の時間、ああそういうことね。だからあれか、表と裏が終わったらか、一旦。え、じゃあさ、このさ、え、 CM はさ、これはあれ、そのさ、野球のその交代のタイミングを見計らって終わりにしてるの、それともこの CM が終わるより先に始まっちゃったらもう普通に始め、途中から見ることになるの。CM 関係なくて、やっぱそうだよねやっぱそうだよね、そらそうか、初心者が出てる、初心者が。できる限り終わるように裏で調整して、やっぱ調整はできるんだ。一応メジャーリーグは CM 終わるまで試合始めない。うーん、あ、フィギュア、スケート見てないな。私もスケートとかできるようになりたいな。くるくるくるって回りたい。ヒサさん100回目のありがとうございます。 MJ さん700回目のありがとうございます。トリプルアクセル、そうだ、トリプルアクセル飛べるようになりたいな、私もいつか。締め可愛くない？今回は水玉です、ブツブツです。バクトラさん好き、ありがとうございます。こっちは結構なんかシンプルな感じ、ストーンと、うわ綺麗、今の綺麗なストライクだった。でこっちはちょっとフレンチガーリー風な。三角さん、雨ありがとうございます。栗山ジャパンってそういうことね、監督が栗山さんだから栗山ジャパンってさっきから言ってきてるのね。みんなは黒リボンでも、これ今日マジでメールにも書いたけどさ、洗濯ネットに引っ掛けてマジで爪取れるかと思った。日清月歩さん、ハート100個ありがとうございます。少ないんですがどうぞ。あざす、クッキー頑張れー。わあ、今のはちょっと別府のゆうさん、500回目の方もありがとうございます。あ、後ろで投げる練習してるの。
でもずっとこの人投げてるじゃないですか。それはそれはさ、あれ、その疲れたら疲れたら交代。くまちゃんさん100回目の方もありがとうございます。疲れたりとかさ、肩脱臼とかしたりしてさ、やばいってなったら交代。この回で終了？え、絶対？なんでそれを交代しなきゃいけないの？あ、投げる回数なんだ。うん。え、じゃあ別にそれはあれだよね、制限だから、なんていうの？別に投げなくてもちょっと疲れたら無理だなってなったら交代してもいいの？途中でもいいんだ。シーズンに影響が出ないため。あ、他の試合でってこと？右下に投球と、どこ？右下に投げる表示ある。え、あ、本当だ本当だ本当だ、これこれそれか。あと10球じゃああれだね。あとあと全部ストライクだったら次の回も投げれるね。あ、痛そう。今誰かの背中にポコンって当たった。ゆうゆうさん400回目のもありがとうございます。トーナメント行ったら80球。今何、今これ何、予選、今これは何、リーグ、予選、予選リーグ中。何個残るの？なんとかな子が心配しなくても球数制限。何それ、おバカな子ってことは。 なんだその星は、気になるな。予選リーグ、きれい。頑張れ。予選、準々、準決勝、予選、上位2チーム、準々決勝80。あ、じゃあ玉数か、それ。え、それ2チーム上がって結局 何個リーグがあるの？準々ってことは8か、8残る。だよね、8だよね。おお、きれい。スンって入ってたね。65超えたらその打者まで OK。 ああ、そうなんだ。ヨーマさん100回目のほうもありがとうございます。え、でもさ、めっちゃめっちゃ国あるわけじゃん。そのさ、8個、え、4つでしょ、4つリーグがあって、その1個のリーグの中に何個あんのチームが。だってめっちゃ国あるわけじゃないですか。やってくると、そのさ、リーグな、4個リーグがある中のその何、おお、痛そう、今肘当たった。5つの国でしょ、5、1個に5個あって4個とか、20個の国ってこと。え、じゃあその20個の国はどうやって決めてるの？立候補制。痛そう、痛そう、大丈夫？めっちゃ痛いんだろうけど、そんな痛そうにされたらリナいたたまれなくなって土下座しちゃうんだけど。世界ランキングと予選抜けて、予選もあんの？え、予選あるの？これよりまだ先に。一択で160キロも出たの？それが直撃、やばいじゃん。車だったら死んでるよ。いや、もうそんな他のチームからも見ないでよ。いや、別に故意的に当てたわけじゃないんだから、そんな見ないでよ。もう私土下座しちゃうよ、そんな見られたら。すいませんでしたっつって。こんな、
そんなみんなに見られたら土下座しちゃうマジで。ごめんなさいっつって。何が悪いかでも当たんないのが一番いいんですけど。え、走ってる。膝強っ。膝強っ。準決勝と決勝はアメリカでやるよ。ああ、そうなんだ。多分しびれてる。あれか、だからめっちゃ打てる。本当にもうなんだこいつ、こいつに打たせたら絶対ホームランしか打たねえみたいなやつにはあえてデッドボールして塁に出させるっていう手もありなの。まあそんなんしたらちょっとスポーツマンシップ的にはちょっと良くないんでしょうけど。あ、この人小顔ですね。めっちゃキロって何やば、もう分からん。あと2球だ。あー、それで叩かれてたんだ。なんかさっき書いてたもんな、書いてなんかトレンドに入ってたのそれか。そうね、確かにあえてフォアボールすればいいもんね。それでいっか。確かに、そっか、それすればいいんだ。まあでも別にそれも一個の戦略なんじゃない。本当にやったらスポーツマンシップ的にどうなのかっていう問題はあるとはいえ、まあ別にそれも一個の戦略っちゃ戦略じゃ戦略だからさ、まあ別にモラル的にはどうか分かんないけどダメではないよね、正直。そうじゃね、だってそうじゃん。綺麗、今のはいいね。お疲れ様でした。あまりおすすめできません。いや、そうよ、おすすめはできないけど、まあ、戦略っちゃ戦略だからね。さっきからめっちゃ星送ってくるね。何ですか、私にバカかとか送ってるんですか。当てると当て返されるっていうのがあります。だからそうだよ、だから結局やったらやり返される可能性があるから。まあでも結局そんなこと言うのはね、どうなのかっていう問題になるから、まあいいんじゃない。あの、やっていいかやっちゃ悪いかはそれはだってね、それ自分がスポーツやってたでもそれを され返されるかもしれないって思うとしないよねっていう話じゃない。言われたら そんなこと言ってたらやり返されるよって、だからやめとけっていうのが一番いいんじゃない。まあ、でも結局そのくらいすごい選手だよねっていう話だったんでしょ、最終的には。ってやっちゃいたいぐらいすごい選手だよねって、だからやばいよね、警戒しないとっていう、そういう話でしょ。は出た、そのなんとか人だからやるとかさ、なんとか人だからやらないとか、私そういう件超嫌いだからやめて。人間結局はそう、個人によるんだから、個人で変わるんだから。そんなのそこの人だからと関係ないんだって。メイタルさん好き、ありがとうございます。たった振りが上手い選手もいた。
じゃあ私ファンのみんなと野球するときはもう毎回当たったかのような顔しとこ、痛いって毎回言おう、バッターで打つとき。次そういうこと言ったらブロックするからね。あ、右だ、右で打つ人だ、敵チームだけど。あ、投げる人が変わったんだ。あ、そっかそっかそっか、行ったのか。頑張れ、頑張って投げろ。あ、ちょっとチョコプラの人に似てるお顔が。お、いいね、綺麗、今の。ちょっと似てないですか、チョコプラの方に。松尾さん。ガオちゃんいっぱい一タワーありがとう。松井、どっち松がつく人。めっちゃ綺麗だったね今。スンスンスンって投げてたね。おお綺麗。この人めっちゃ映るね。あれこの人誰だ、さっきの人。あれチョコプラ松尾さん。ちょっと似てる、ちょっと似てるよね。どんだけの人じゃない方が松尾さん。ちょっと似てない。さあ次は誰から打つんですか。グッチーさん、ゴンタさん、いっぱいタワーありがとう。永田さん、あ、そう、永田さんじゃない方です。今夜の WBC、 なちゃんの解説。なちゃんでも9時ぐらいには終わっちゃうかも。イコのモノマネをするのが松尾さん。長田さんなんだ、あれ永田さんじゃないんだ。私永田さんだと思ってたんだけど、ずっと。どうしよう、ポテチでも食べながら見ようかな、せっかくな。あ、長田さんって読むのね、ごめんよ、長田さんごめんね。永田さんだと思ってました。9時ぐらいには配信終わろうと思ってたんですけど。背が高そうなのに低いのが長田さん。あれだよね、だからなんか座高がめっちゃ高いみたいな。ちょっと待ってて。ポテチ、我はポテチを食べるぞ。九州醤油、九州醤油だ。ここは我らの九州醤油。フライングポテチしたけど、ごめんね。私もご飯食べてないんだよね。試合終了まで配信が無理、それは無理。コーラでもちょっと私飲めないかな。いや、私のズボンが、レッスンズボンが。九州州は外国人記者さんが褒めてきた。だってこれこんな美味しいもんないですもん。いただきます。
のはいけそうだった。でもソースって結局見てる側何でも言えるんですよね。相手の投げる人あれだね、めっちゃ投げるのうまそう。体格がすごい、なんかいい投げ、いいボールを投げそう。くやちゃんって太りにくいです。いや太るよ。結構デブ。まだよく見ましたね。メルコさんずっと好きでありがとうございます。ちょっと炭酸抜けてる。メガネして中身症どういうこと。野球ってピッチャーの負担大きすぎ。確かにちょっとずつ交代とかできないの。うん、出た、頑張れ。わあ、バント分かる、分かるけどやる意味あんまり分かんない。あのあれお笑いみたいにガクってなるようにするため。しおちゃん好き、ありがとうございます。え、投手はさ、ピッチャーはさ、そのバッターみたいにこうさ交代でこうぐるぐる回れないの。3人ずつ投げてこうぐる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 回れないの。うるさい、知るか、その配信見に来てうるさいとは何事や。次嫌なコメントしたらブロックね。一回変えたら終わりなんだ。うん、投げ終わってどっちもするとかできるんだ。うん、そういうことね。すごいじゃん。そうじゃん、今こっちが攻撃側だった。頑張れ。であれだね、こんな人なかなかいないと思うけどさ、肩がめっちゃ強いわけじゃないからいっぱいは投げられないけど、でも守備させたら足速いからめっちゃ瞬発力良くてめっちゃ取れるよみたいな人は、ちょっと投げさせて交代させて、その最初のめっちゃ肩いけるときに投げさせて交代して、じゃあ一旦お前次守備に行けっていう手もありってことだ。
あ、これがペッパーミルポーズっていうの。黒胡椒。目の下の黒い線、わかんない。実際難しい。まあそうだよね、そもそも。だって大体はそれに徹底して練習するしね。ある程度は。水島先生の漫画、水島先生でフェアリーテイル書いてる人。サングラスの代わりの日焼け、うん、そういうこと。何のコメントだろうと思ったら、あれね、さっき教えてくれてですね。水島違いです、すいませんでした。あ、そうか、水島ひご先生か、そっちは。どっか弁書いてるしな。家にあったの。パパが読んでた。うわ、今綺麗。この状況なんだと私焦って絶対振っちゃうもんね。こんななんか3ボールで次あと1回ストライク取られたらとか言うの絶対振るもん私。ふんって振っちゃって、あれってなる。今のボールだったんだ。結構全部これ食っちゃうじゃんから余裕だね。うん。おっかおっかおっか。うん。おっかおっか。おっか入った1点。イェーイ、5点目。打ったよ。近藤さんだっけ。打った打った。おー怖い怖い、ボールこっちに来る。すごいよ、めっちゃ打ってる。めっちゃ打ってるっていうか、めっちゃすごい。今年過保護です、マジめっちゃええやん。え、大谷選手はどこの人。エンゲルスで買うけど、メジャーリーグなんだ、関係ないな、それは。大谷選手ってなんか顔可愛い系だね。
お、喜んでる喜んでる、ボール飛んできて喜んでるよ。え、ファールは何扱いになるの？ストライク扱いなの？やばい、妻より大谷って書いたプラカード持ってる人がいる。やめとけ、絶対怒られろ。あ、ストライクになるんだあれって。おお、お、あ、入らんかった、ホームランならんかったか。お、おー、イエーイ、また点数入ったぞイエーイ、うおー、打ったぞー、すごいすごい、めっちゃ入ってる点数。あれ落ちた、打った打った、ちょっともうちょっとでホームランやったけど、すごい、また入ったぞ。とボンソットキャン、あかんだいや、ホームラン行くと思ったな今の。もうちょい、もうちょい前で打てたら行ったかな、分からんけど。バドミントンだったらそう。ポテチ吸収醤油です。すごいよ、6点だよ。181くらい、やば。ケンタコちゃんとずっと好きでありがとうございます。181くらいってやばすぎ、意味わかんないじゃんもはや、そんなもん見えんよりな タイムリーヒットってどういうこと？なんか応援してるかみんなが、リナの存在絶対一ミリも知らんって、誰やねんこの女の子ってなるって、配信見せても。うんうん、フェースだって。点が入る人、うーん、今の盗塁だったの？打ったかと思った、盗塁だったんだあれ。あー、投げてからのあれか、いや横からボール飛んできたからさ、打ったのかと思った。ポテチに集中しすぎた。いやポテチもうちょっとしかもなくなりそうやし。本当は難しい、近いしね距離が。うん、出た。あ、ちょっと違う。違う、リナが好きなの山川さんだ。でも村上さんもちょっと可愛いかも。あ、今ファボールの？左打者の三投、うん、左で打つから、え、なんでだろう、うん、まだ CM 来た。山川さんもちょいやったな、ちょっと頑張って山川さん。山川さんがどうこうしたとこで出れるわけじゃないけど、ピッチャー交代なの？投げたってこと？その分右なら三塁に投げるとき打者が壁になるか。ああ、そのキャッチャーが投げるときか。
そういうことね。うーん、奥が深いですね。逆に二塁への盗塁は左バッターの時の方が、まあそうね。今日でになっちゃうの野球知識が、いやそれはそう。ポテチがもうなくなっちゃう。新しいポテチ開けるしかなくなるじゃねえか。ハジーさん、100回目の方もありがとうございます。まあ2袋目はいきませんよ、さすがに。ちょっとデブ、それはデブ。吉田さん、おお、打ったけどちょっと、え、ファールのあれはそのバウンドする前に線から出たらファールってことだよね。そういうことだよね。バウンドしてから出るのは OK？ いざいしんつーさん、100回目の方もありがとうございます。わあ、綺麗に打ったけどキャッチされそう。あ、された。うん、でも点数は取ったよ。ホームに戻ってきたよ。アウトだったけど一人打った人は犠牲フライっていうのね。これがバウンドしてからも出ればファール。あ、そうなの、ダメなの、出たら。うん、ベース越えてライン内でバウンドしたっけ。うん、いやベース越えてないけどライン内でバウンドして外に、そのベースあれする前に出たらダメなんだ。それはダメなんだよ。うん、とりあえずルイ越せってことね。わあ、今のはちょっと打てそうだった。でもね、こういうの見始めると今の打てただろうとかね、いうタイプになりそうなんだよね。まあ、とりあえず外に出るならベースより外の内側でバウンドするよってことね。まあ、ツーアウトじゃん、日本も。あ、今のはちょっと出たね。今のは出たよ。ポテチ終わり。今日のポテチ終わり。お酒飲みながら。お酒飲めないでよかった私。でもさ、実際やるのとさ、そんな見てからさ、今の打てるかとかはさ、わかんないじゃん。人それぞれじゃない、やってる選手しかわかんないからさ。そんななんか暴言、おお、後ろに、めっちゃ後ろに飛んだ。よしってやってた、今撮った人が。ん？あ、ツーストライクの状況でファールしてもそれは何？脳幹になるの？野球のルールブックセット、あ、それはちょっと大変やから、いい、大丈夫、ありがとう。
取られた。リアウトです。あー、リナの山川さんがリナの山川さんが、あー山川さん、ツーストライクでバント失敗すると、バント失敗、バントって失敗とかいう時にあるの。次の回、お、出た、次の回はリナの山川さんからな。頑張れ。空振りバント、空振りバントってそれあれじゃない、だって空振りじゃん。そのバントかそのボールを見たのって、その基準ってどうなの、なんの、ちょっとでも動かしたらさ、その振った判定になるの。これさ、どこまで行ったらさ、この振ったっていう判定になるの。どこまでがバントで、どこまでが振ったの。ツーストライクからバントして球がファールゾーンに転がったら、え、まあ、だからとりあえずもうその時はもう振れってことだよね、バントとか狙わずに。たまに揉める。リナも絶対文句言うと思う。今のは振ってないもんとか、ね、絶対リナ言う。絶対リナがその打つ人だったら絶対言うと思う。今のは振ってないよ。今のはちょっと体をピクってしちゃっただけだから。今のは振ってないよ、ね。めっちゃいいそうリナ。振ってないよねとかね。塁審からバットのヘッドが見えたら振ったになる。うん、うん、言いそうでしょ言いそうでしょ。私抗議したら退場、え、そうなの、じゃあダメじゃん、私すぐ退場やん。バット離してごまかす、私もしよう、マネ。ファンの人と私が多分野球することになったら多分絶対言うと思う。今のは振ってないよね今のは私絶対振ってないよね、打てないよねっつって。メシは一塁と三塁にいるし、うん、あ、いいね、この上から分かりやすいね、上からだと分かりやすいよ、あのストライクかどうかが。体の中心からバットが少しでも出てない、いや、もうその基準が分かんない、だってリナ軸ずれてるから。基本的審判に失礼なこととか乱闘とかしたら退場。マジ？じゃあみんなすぐ退場やん、すぐ文句言っちゃう。なんで今の絶対やってないよとか言って。ひろさん、クッキーありがとう。ストライクゾーンにバットで線を引くとどういうこと。うん、あれ変わった、投げる人、あれ変わったよね、あれさっきこの人投げてたっけ、左側になってる。こっちなんだ、次な、こっちしか無理。ストライクボールギリギリの時、ストライクゾーンにバッテンなど、どういうこと、わかんないわかんないわかんない、ちょっとそれに関してはちょっとわかんないかも。ワイの、え、なに、宮城さん、あなたの推し選手なの。いや、こんなボール反応できないよ、無理よ、リナも反応できんよ。よくかっこいいって言われる。そうなの、ちょ、見とこう、ちゃんとじゃあちゃんと見とこうかな。推しなのね。
っちゃ映る。この人誰だ。この人超映るね、カメラ押され。あ、この人も可愛い顔してる。なんかみんなクマさんみたいな顔してる。可愛い。一つ下、一つ下なの。よく映る人は何、佐々木さん違う、え、誰、穂高さん。あ、そう、この人、この人、この人。バドミントンシャトルの、バドミントンシャトルの場が早い。わけわかんない、あれもう早すぎる。佐々木さんって、え、佐々木さん、あ、投げてた人、さっきまでずっと。あれ、あの顔だったっけ、あんな顔でしたっけ、佐々木さんって。宮城さん、熊さんみたいな顔してた。かわいい。あ、この人も沖縄です。山川さんと一緒だ。よー、よー、そんなあんな距離投げれるの。ちょっと背中がかゆい。あ、また打った。押されか、もしかして。うん、あ、メガネの人だ。さっき投げてた人、もしかして。そんなことないか。源田選手は乃木坂の江藤さんのダンス。あ、はいはいはい、さっきコメントであったんだ、そういえば。あ、その方ね。もう一人メガネさんいた。あ、二人目、同じ人じゃないんだ。メガネだから同じ人かと思ってた。おー、綺麗、めっちゃ綺麗。今のスンって入ってたよ。先発選手とかスター選手はよく映る。押されだ、押され、許せぬ。でも頑張ったから、そうだよね、頑張ったからいっぱい映されるべきだよね。頑張れ、投げろ。背中がかゆい。佐々木選手はアメリカのチームを狙ってる。ああ、そうなの。あ、欲しいってことね。びっくりした、自分がそっちに行きたいってそういう意味だと思った。そういうことで、ね、その狙ってるってそっちね。ガム食べてる。おお、イエーイ、いいね、いいね。アウト取ったよ、一個。いいよ、いいね、いいね。ありがたいね、振ってくれたの。家にテレビあるの？俺はテレビない。テレビあります。アマプラでも見れるらしいよ。アマプラで見な。か、もうネカフェとか行ってパソコンで見な。あんまりしちゃダメだけど、家電量販店のテレビで見るのもいいんじゃない？家電量販店閉まって、確かに閉まってるか、9時は。ドンキとかさ、
綺麗、今めっちゃ綺麗。最初か最後の試合見たことない。そもそもだってこんなにしっかり野球見るの初めてだもん。私家でパパが見てるけど私見ないからマジ初めてって感じ。スポーツバー、あーなんか聞いたことある。サッカーだとあれだね、みんなここに日本のさ旗書いてるよね。配信延長、そうね、もうちょっとやろうかな。ちょっとお腹痒くてちょっとごめん、めっちゃかいてる。お、綺麗、今の投げるの。お腹が痒すぎてちょっとなんでこんなにお腹が痒いんだろう。視聴者も8000人になってるね。お腹が痒いよ。なんで野球見てるの、なんでですかね。なんかみんなが見てたからじゃあ私も見てみようかなみたいな。そしたらなんか意外とこう面白くて見てる。7対2になった。でもそれでも7点取ってるのすごいよ。全然すごくない、普通にすごくない。花粉症、花粉症ってお腹かゆいの。他かゆくないけどお腹だけかゆいの。アウト取ればあれか。危ないね今のは。デッドボールになりかけたら危ないよ。セーフセーフ見てたら楽しいのかな。楽しいんじゃない。私はね全然ルール分かんなかったけど、ここでねみんなにねルール教えてもらいながらね見てるからね。意外となんか意外とっていうか言い方めっちゃ悪いけど、なんか意外と思ってたより面白かった、まあ、スポーツがでも割ともともとやってたからね、なんかそういうのが好きなのかも。綺麗、今のも。ルールを少し覚えるとね。頑張れ頑張れ。あ、タイム、あ、また映されてるまた映ってる。お腹かき収まんない、かゆいお腹。なんかめっちゃお腹かゆいんだけど、なんで座ってるからあれだ、多分スカートのさあのこのウエストの部分がさ直に当たってんだ。あ、ストライクじゃん。いいねいいね、頑張れ。あと1個ストライク取ったらいいよ、アウトだよ、頑張れ。ゆうせいさん、とうとうありがとうございます。おお、すごい、すごい、盗塁のアウト取ったよ。しおちゃんいつもありがとう、ありがとうございます。ひできさん100回目の方もありがとうございます。すごいすごい、あ、盗塁のあれで、
アウトだよ。すげえ。あーすごいな。リクエスト来た。あーあれか、あのビデオ判定的なやつ。牽制球っていうの、盗塁しようとしたのを牽制球で、いやこれはアウトじゃないですか。キャッチャーの甲斐選手は置いたし、そうさっきね言った。うわーでもわー微妙、めっちゃ微妙、この画角から見ると微妙。ちょもう一回もう一回もう一回、あアウトアウト、これはこれはアウトだ、これはアウトだ。だって こうなってた、まだまだこうなってた。ええ、そうだ、セーフなの今。だってこうなってたよ、手がほらほら。でもこれほアウトー。でもさこれがさ本当にアウトっていうのをさあれで見分けられる審判すごくね。めっちゃ目良くない？みんな絶対無理よ。あれ見分けられるのすごいね。無理無理、あんな見えん見えん、あんな。あもうリクエスト使えないんだ。あ出た、リナの山川選手からじゃん。頑張れ、肩かゆ。あれこれ何戦、ハイライト、あこれ今回の試合のハイライト。失敗したら使える回数、あそういうこと。あじゃあ成功してたら別に減らないんだそれ。お綺麗今の。中地さんクッキーありがとうございます。さあリナの山川さんは打てるのか、打ってくださいお願いします。マヤの歌さん100回目の方もありがとうございます。プロでも理解しないルール、まあそうだよ、こんだけルールだったら分かんなそうだよ。あまだハイライトだった。めっちゃこれ言っちゃダメかもしれないけど、あの佐々木選手のさこのグローブがめっちゃ真っ黄色じゃないですか。こう後ろからの角度でこうやって持ってる時すごいバナナに見える、たまに。すごいちょっとバナナ味がある、かわいい。だから先っぽこう黒に塗りたい。でもなんかちょっと話題になりそうじゃない、バナナグローブで。バナナグローブでちょっと有名になりそう。お頑張れ頑張れお母さん。あ危ない危ない危ない、おーおーお前お前今、おーおー山川さんに当てるなよボール。あ今のはちょっと打てそうだったね。頑張って見てるよ、リナが見てるよ、あんま力にならないけど見てるよ。あまつげ長っ、てんかったか。今の当たってたらめっちゃ綺麗に打てパーンって飛びそうだったね。うーん、リナの山川さん
でもなんかさっきアップで言った時まつげ長くて可愛かった。あ、目めっちゃキラキラ目めっちゃキラキラ可愛い山川さんすごい可愛い、目超キラキラしてた今アップで抜かれた時。細っ、若いこの人。ピアノめっちゃ、あ、そうなの、福岡で見れるかな、本当。栗山川やばいめっちゃおもろい、この人細い、細マッチョ。あ、出た、さっきのかわいいかわいい応援ガールちゃんたちだ。あー、おー、フォアボール。お、目めっちゃ綺麗、この投げる人トメクさんめっちゃ目綺麗、すっごい綺麗な目してた。カラコンの5000倍ぐらい綺麗だった目が。なんだ、何さんだ、ふしびさん、100回目のもありがとうございます。おお、揺れとる揺れとる、ようぞカメラこうなってる。あ、カイ選手だよ、頑張れ、見てるよ。だからなんだって感じかもしんないけど見てるよ。しらぬいさんって読むのこれ、しらぬいさん100回目のもありがとうございます。アープラでは応援ガールが応援ガール目当てでみんな山川選手既婚者なんだ、あ、既婚者なんだ、可愛いですね。お子さん絶対いたらめっちゃ可愛い、目クリクリそう。ああ頑張れ、だから安心なんです。あ、そうなの、そもそも私野球選手と知り合う機会なさそう。お、打ったけど、あ、出た、これがファールというやつですね。これがルイより外に行く前に外に出ちゃったファールというやつですね。え、そのファールの時は走っていいの？ね、多分私そもそもあれだと思う、あの私もうめちゃくちゃに甘やかしてくれて常に一緒にいれるような人じゃない、多分私の面倒は見切れないと思うので、多分その忙しい人無理だと思う。なのでぜひ皆様、あ、ダメです、あ、ダメだよね、さすがに走れって言ってたからさ、走っていいのかなとか思って。だから私忙しい人無理だから大丈夫、安心しな、みんな、みんなの方が多分忙しくない、いや、みんなの方が近いよ。マジ目綺麗ピッチャーの私もそう思う、そうだよね、結局そうなんだよ、みんなやりたい、そうしない、だってみんなは配信見に来てくれるじゃん、でも選手は配信見に来てくれないじゃん。マナ高かったな、マナ高かったぞ、みんな見てるぞ。ペッパーミル持ってない、あれ、ペッパーミルの人だっけ、海選手って。お、打ったけど後ろに行った、まあでも、まあでもツーストライクだからね。試合中に配信見る、あ、クリアちゃんが配信してる、見なきゃ、
おお、セーフなんだ今の。すげえ。成功したんだ今な、戻ったんじゃなくて成功したの。ゆりちゃん生クリーム食べた、言ってた言ってた。山川選手姉ちゃんの話、いやそれもあれめちゃくちゃ笑うやろ。あーそれはアウトだね。でもまあまあまあ大丈夫、あと1回分あるからね。頑張っておくれ。やばい、前髪がここまでないとさ、ここからがさ眉毛がないからさ、なんかすごい薄いからさ、ちょっと隠そう。牧原さん、あれ初見。あれいたっけ今まで、打ってた初見さん。ここにリナも声今から書こうかな。ソフトバンクの選手らしいですね。初打席、え、その初打席に出るのはどういうあれがあるの、基準というか、なんで出てこれたの、その一人どうしちゃったの、疲れちゃったの、達治さんどうしたの、イベントするのね、ちゃんどの、あペイント、あペイントにびっくりした、イベントに見えた。代打か守備から出てるかダイソーか。でもダイソーだったら走るだけでしょ。ヌートバーさんと途中交代。あれヌートバーさんはいるの。あでも1位になってる、確かに一旦交代。えその交代はさ勝手にこう、それは何回とかあるの、何回交代してもいいとか、だから交代したかもうヌートバーさん出れないの。達治さんってヌートバーさんのことなのね。あ出れないの、え変えられちゃったの、えお疲れ様です。あこの人誰だ、めっちゃガム食べてる。今のはボールだね、へへ。あじゃあもうそのさっきピッチャーで言ってたやつもそうだけど、バッターもダメなんだ。明日もあるからこう、あお休みなのね。頑張れ。今のは打てたよって私は思いますが、多分選手は打てなかったんでしょう。これはしょうがないと思います。これでねホームラン打って2点入れたら結構いいですね。3試合頑張ってるし、あまあそうね、3試合もそれやってたら大変だよね。おお、あ、あ入るんじゃない、1点、イエーイ入ったぞー、1点入ったぞーやったー、誰だっけ打った人、ホークスの選手なんでしょ、すごいすごい、まだ追いつかない、そうだね、そうだった、打ったよ打ったよ、牧原さん、すごい。で走ったの誰だ、あ誰か喜んでる、あペッパーしてる、ペッパーの人って誰だっけ、ペッパーする人って誰だっけ、
走ったの中野さん。中野さんはペッパーの人？あ、ペッパーヌートバーさん。え、じゃあなんで今ペッパー走ったの？あれダイソーってこと？え、待って、わからんわからんわからん。あ、みんなすんの？え、とりあえずペッパーすんの？あ、みんなやってんのね、とりあえず。そういうこと？ペッパーケーブ、ペッパーケーブ、そういうことね。とりあえずみんなすんのね。誰が決めたらとかじゃなく、とりあえずみんなペッパーするのね。オッケー。あ、出た、近藤さんだ。おー、あーっとっとっと、落として落としてください。あ、アウトですね。でもプラマイゼロですよね。表で取られたけどね、裏で取り返したがプラマイゼロってことですよね。いいね、いいね。もともとはヌートバーさんがいる、ヌートバーさんがいるアメリカのチームでみんながやってるの持ってきた。そういうことね。落としてください。だってね、落としてくださいじゃない。落としてくれたらだってね、走れるじゃないですか。みんなが明太子ってやる。え、やってほしい。ソフトバンクの選手やってくれないかな。手に入れたらみんなです。明太子、あの村重さんのやつ。でも落としたら落としたらさ、自分がもしさ、その守ってて落としたらさ、もうあーってなるよね。もうなんか絶望の淵に落とされない。なんで落としたんだろう。え、今のなんで落とした。絶対落とすべきじゃないよね。え、なんで落としたんだろう。自分ってもう守備やるのダメじゃん、やめようってなっちゃいそう。私絶対なると思う、もしそんな落としたら。もう無理、もう無理、もう帰らせてくださいってなりそう。それで負けてトラウマになってみた。あー、やっぱいるんだ。いや、わかるよ気持ちは。私は落としたことないけど、でも上から降ってくるって怖いよね、球が。叩かれた人実際いた。つらいよ、好きで落としたわけじゃないんだから。わかるけど、気持ちはわかるけど、好きで落としたわけじゃないんだから。いやー、ダメージでかいでしょうね。でしょうね。おでこに当たる選手。痛い。そっちの方が無理かも。でもおでこで取れって言うよね、フライって。フライって言うとなんかエビフライみたいだね。フライ、フライ。私もなんかそのちょっとだけかじったことあるから、あの野球じゃなくてソフトの方、おでこで取れって言われるんですけど、怖いやん、そんなのさ、当たるやん。もしちょっとでも失敗したらここやん、こう待ってるじゃん、ここやん。失敗したら無理じゃない、そんなん。え、誰さんだ。超絶かわいいレミリノルさん、100回目の方ありがとうございます。え、めっちゃ怖くない、そんなんさ。え、で、おでこのとこって言われたの、その時は。そんなん顔絶対当たるやんとか思ってさ。今のは綺麗だったけど。ストレート、ストレートじゃない、私ストライクのことストレートって言っちゃうんだよね。もう骨格に支配されてる、頭の中。お、綺麗、今のも綺麗。帽子かぶってるし、いや、そうだけどさ、怖くない？あ、ちょっと失敗したらここだよ、終わりじゃん、鼻血よ。わー、今のはちょっとそれましたね。鼻は、え、やばくない？あ、なくなっちゃった人もいるんだ。うわー、ダメだ、私絶対無理だわ、野球無理だ、できない、見るだけでいい。あ、この人栗山監督？お前、今の綺麗だった。
いや無理だな、そんなことになったら私絶望しちゃうね。痛すぎて多分気絶するわ、そもそも。でも下で撮ってもさ、ここにつるんってくるから危ないって言われたけどさ、でも怖くない？だからもうここで撮るしかなくない？あ、今の綺麗だったけど、今のボールなんだ。あ、ほん、え、あのさ、そのストライクとかボールとかの基準ってさ、こうカーブでさ、え、何それはさ、キャッチャーがキャッチした位置なのが判定になるの？あ、ベース上だってさ、ベースってだってさ長いじゃん。あ、いや長くないか、ベースは。ボックスは長いけどベースはそんなか。少しでもかかればストライク。うーん、めっちゃ、じゃあ極端な話だとさ、ベースにさかかったとキューンって言ってもいいってことか。あー、頑張れ頑張れ。おー、ナイス、いいキャッチ。ツーアウト、キャッチャーミットを絶妙にずらしてストライクに見せれば。うーん、びっくりした。左下にさ、あの実況なのかな、中井正宏さん実況かな、なんか名前出てきてさ、あれ選手の名前かな、あれなんかでも見たことある名前だなって思ったら違った。お、表1点も取らせなかったじゃん。選手かなとか思って見てたら違った。選手の名前じゃなかった。みゆみさん、一田はありがとうございます。サポーターさんね、スペシャルサポーターとか、びっくりした。なんか同姓同名かなとかめっちゃ思ったら違った。あー、ファーストゴロ。あ、これはこれは今じゃないんか、ん、これはあれか、ハイライトか。びっくりした、今かと思った。あ、メガネの人だ。うわー、怖っ。こんなさ、客席に飛んできた球さ、怖くない？ミット持ってないとさ、取れなくない？あんなバカみたいなスピードでさ、ヒューンって飛んできた球さ、え、どうするんって感じじゃない？客席の人パーンって当たったらおしまいじゃない？だって持ってない人もいるかもしれないじゃん。ピーバーさん、100回目のほうもありがとうございます。ひわわさん、200回目のほうもありがとうございます。みんな受けるよ。え、でも例えばさ、こうヒューンって飛んできてさ、気づかなくて前の人が避けたらさ、自分に当たったとかさ、ないの？前の人がさ、こうギリギリでさ、ヒューンってアニメみたいに避けてさ、ボンって当たったらとかさ、そんなんあったらやばない？笛が鳴る、あ、笛が鳴んだ。もう私こうやってこうやってやっちゃう。怖すぎて、多分だから野球見に行けないかもしんない。ボール怖いの、本当に飛んでくるの。私多分なんかうーってやっちゃうと思う。ん、本当に3切るの？お、頑張れ。受けるか取るしかない。あれしたい、アニメみたいにさ、でここでさ、煙出しながらキャッチしたい、素手で。アニメとかさ、漫画みたいかっこよくない？なんかヒューッてここでこうさ、めっちゃ速い球、ここでさ煙出しながら心と取られるみたい。あれしたい。あれしたい。アニメでよくあるじゃん、キャッチャー無理、いや無理無理無理、キャッチャーもピッチャーも無理。ピッチャーで打たれた球正面来たらおしまいだと思ってるから私。
あら、ボールが。めっちゃボール。頑張って。リコピさんに野球さん観戦するタイプ。行くけどリコピさんに全部守ってもらう。もうボール来たらリコピさんに隠れる。テレビの位置上すぎ。違う、そもそもこれが低いのよ。これがだってここにカメラがあるのに対してテレビ見るからちょっと上向くから。あ、フォアボール。わざとか。そんなことないか。お正立てにするんだね。だって怖いもんだって怖いもん。リコピさんならなんかボール飛んできても撮ってくれそうじゃないですか。喜んで撮ってくれそうじゃない。来た来たっつって。じゃあ明日野球やってないってことはサブウェイ開いてないってこと。うん、村上様だ。この人あのボール多いですね。この投げる人。あ、また変わってる。投手違う人になってる。3文字の人じゃなくなってる。こっちにそれることが多いんだね。ほら、またそっちに。あ、今のでもストライクなの。あ、振ったの。村上さん調子大丈夫。まだ1個もアウトないから大丈夫。1個ぐらい全然安心して振ってもらって。あ、今のはストレートだ。ストレートじゃない、ストライクだ。でも私心理戦めっちゃ弱いからさ、いやこの人は端っこを狙ってきてるな、じゃあ次はそれに合わせて打つぞとか思ったらさ、普通にさストレート投げられてさ、あれってなりそう。私アホやから結構。あ、今のはボールだね。絶対私それなると思う。へへへ、絶対お前は次はそこに投げてくるんだろうとか思って全然違うとこに投げられてさ、あれとかめっちゃなりそう。うわー痛いね。今のは地面に跳ね返って頭が立たない。痛いね。なんか痛かったでしょ今の。痛い。あー、お尻に当たっとる。あー今のはど真ん中ほど打ちにくい。なんか心理戦だよねマジで。結局どんな状況。アウトです。1個アウトでやりました。でもさ三振っていう、あ、でもそっか、空振り三振と三振はまた違うもんね。私さ空振り三振がその三振とイコールだと思ってたからさ、三振でアウトってなったらさ、そのなんか、いやでも振ってなくてもさみたいな。おー当たったー、痛いね、大丈夫。そうなんかさ、その振ってなくてもそのあれじゃないですか。だからなんか振ってないのになんで三振なんだろうってめっちゃ思ってたけど、まあとりあえずあれなんだね、振らなくても振っても芯っていう感じはつくんだね。視聴さん好き、ありがとうございます。私結構めんどくさい人間なので気になっちゃうんだよねそれ。どうなんだろうみたいな。次は山田さん。誰だ、さっき誰がデッドボールになったんだ。
おこれは絶対あれじゃん、アウトあと2つあるから、山川さん来るじゃん。あ、吉田さんが当たっちゃったの、痛そうだね。これは山川さん来るじゃん。リナの好きな人は山川さんです。勝手に今推しメンになっただけですけど、お目目がクリッとしててまつげが長くて可愛い。あ、今のは綺麗なストライクですね。見逃し三振もある。あ、そっか、だから見逃しとその空振りがあるからもうめんどくさいからひっくるめて三振って言ってるんですね。ダブルプレー確かに、でもダブルプレー、あ、そっか、今あるのか、その可能性、2つとも塁出てるし。おーっとやばいよ。あ、まあ、でもここで普通にアウトになればいいけど、ダブルプレーだとやばいね。次は山川さんがいなくな、打てなくなっちゃう。危ない。怖い。ああいうめっちゃ体の近く来るやつ打ちにくいんだろうな。バドミントンも打ちづらいもん。体の近くほど打ちづらい。三振をスコアブック上は K と書きます。スコアブックとかもあるか、それ頑張れ山田さん、頑張れ。あ、一応打ったけど、おお、落とした、落とした、落とした、イエーイ、満塁です。おお、頑張れ山川さん、今だ今だ、今だ、ホームランを打つんだ、いけいけ、ホームランを打つんだ、英雄やぞ。いや、わかるよその気持ち、相手選手もわかる、ちょっと今のはきついよね、メンタルくるよね、わかるよ、みんなメンタル弱いからわかるよその気持ちは。満塁です。山川さんが打って相手がエラーしました。コメントでエラーっていうのが、よー頑張れ打てー。あー、ランナーで水が、あー、それやばい、充電があと 10% しかない、充電があと 10% しかない、頑張れ山川さん。あー、打ったけど、あー、やばい。やらかしたぞ、ごめんね、リナが一瞬、リナが一瞬配信切れそうになったから、ごめんね山川さん、リナのせいだ、リナのタブレットの充電がなくなりかけて一瞬配信が止まったからだ、ごめんね、リナが悪いよ、そうだよ、リナが悪いんだよ、ごめんね、許して、大丈夫、勝ってるから。ちょっと今のうちに充電器だぞ。こんな配信する予定じゃなかったからさ、普通に充電がない。ごめんね山川さん、みんなのせいだよ、みんなが悪いんだ、やばい、メールももうちょっと送りたいとこではある。充電できるの、できるよ、充電器さえつなげば。当たり前か、めちゃくちゃ当たり前なこと言ったの、タブレットじゃなくて、これも今日の服かわいい、これはねイングで買いました。今ハイライト中だもんね、ちょっとゴミ捨ててくるね、ポテチのゴミを、スタバのこの氷が溶けた分、
よし、帰ってきたぞ。足間に行ってる。やばい。終わるまでちょっと配信多分そもそも間に合わない。まあ、そんなことはないけど、さすがにちょっと私が死ぬ。メルコさんいつもありがとう、ありがとうございます。なんか口が寂しいぜ。なんか食べたい。あの曲のイントロが流れて、ハートがドキッと高鳴った。みんな食べてる時間にあった二人だけの世界。一緒にダンスを踊る、どんな夢でも見てるように。よいしょ。あ、でも待って、充電がなんか微妙、なんか減ってってるわ。やっぱ一応充電減ってってる。切れるかもしれん。これは多分10時ぐらいになったらいい感じに切れるか、切れるギリギリになりそう。なんか10時ぐらいに一旦充電見て決めるわ。急速じゃないと。そうね、さすがに無理っぽいわ。今だって 8% ぐらいしかないもん。さっき 10% だったけど。今どっちだ、あ、投げる方か。今頑張ってくれ。え、これさ、守備見る方が好きとかさ、攻撃見る方が好きとかあるの？私は圧倒的に攻撃見る方が好きなんですけど、みんなどっち派なの？お、打たれたけど、おきれい。推しの投手いなければ攻撃が大半。まあでもそりゃそうか。ちょっと目がパサパサしてきた。ずっとタブレットと携帯みたいな。M8 パンいけるかな。仲間じゃん。守備ドキドキしちゃうね、やっぱ相手に打たれるからさ。お、いいね。今のは綺麗でしたね。お、監督、え、監督、これ監督。おお、あ、今のボールなんだ。私にはストライクにしか見えないよ。すごいプレー。いや、見て楽しいけどさ、ドキドキしない。あー、今のは、今のはボールですね。あ、いや、監督、え、監督はでも白い服見て、も、 PC 持ってない、持ってない。 PC ちょうだい。この人誰だ。ああ、佐々木選手だ。すごい二重幅、綺麗な選手いるね。今映った人で。監督どれだ。監督どれだ。おお、綺麗。今のすごい綺麗だったね。あ、今のって、今のノーバン。監督は白服じゃない。え、だよね。いや、で、今さ、いや、え、紺色、え、相手の人みたいな。え、でもどう見ても日本のあの監督だよねとか思って見てたけど、やっぱ白着てないよね。山川さんが撮ったの。
わあさすが、やっぱうちの山川さん違うわやっぱうちの山川さん違うね。あんたよかった、ジャパン来てるわちゃんと。お、すごい、上着を着てるからか。吉井コーチとか好きそう。わかんない、どれの人だろう。栗山川さん、そう栗山川さんだから。あ、びっくりした、日本じゃなかったこの人たち。どこの会場、すごいなんか画質がなんか鮮明というか、なんか吉井さんは栗山監督の横にいる人。あー、いたね。台湾、すごいあれだね、なんかサイドが高めのカメラだね。お、綺麗、打ち上がった、綺麗に。おーすごい、満塁ホームランはすごい。わー見たいな、うちの山川さんが満塁ホームラン打つとこ見たいな。ダンディ吉井さん、ちょっと吉井コーチ映んないかな、ちょっと見たいな。カツミンさん200回目のもありがとうございます。カメラ独特な、いや位置っていうかサイドが高いなと思った、カメラの映像の。10時まで回ってくるかな、私がこのタブレットの、はい、充電が死ぬ前に。今ちなみに 5% ぐらいです。絶対来ない、くそ、みんなめっちゃ急いで打ってくれ。あ、コーチどれ、コーチどれ、映る、コーチ映る、あ、コーチ映んない、映ってないかな。3パーから粘りに行きたい、やめろ、それなんか実況みたいなの。この人は誰だ、この人誰、あごひげの人はダルビッシュと思うんですね。ダルビッシュさんはこのチームなの、メジャーじゃないの。あ、ボールなんだ今の。ダルビッシュさん日本人、いや日本人なのは分かるんだけど、え、そのチーム、このチーム、それともそのなんかメジャーだよ、え、日本代表なの、メジャーってこと、メジャーって何、いやアメリカか。メジャーだけど、あ、だこのチームにも普通に出るんだ、この試合にも。若さん好き、ありがとうございます。イエーイ、フォーボール、おーいいねいいね、いいよいいよ、頑張れ山川さん出るよ。あ、大谷選手と同じってことか。え、でもこの試合出てる、私投げる人のイメージなんだけど。あ、今回はお休みってこと、一旦一回投げたら当分出ません。あ、そうなの、あ、出れないの、ええ、じゃあ今日の佐々木さんとかも出れなくなるの、明日は、明日とかあるの。どうやったら出れるようになるの、その予選はもう出れないってこと。4日の休養が必要、あ、絶対
そうなんだ、大変だね。じゃあそこも考えなきゃいけないんだね。おー、よう走ったな。あ、甲斐選手だ、頑張れ。頑張れ。あぶねえ。あ、スパイダーマンみたいな色してる、あのキャッチャーの人のお腹につけてるやつ。コールド勝ちって何？危ない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 、当たりそう当たりそう。スパイダーマンの色だね。スパイダーマンなのかな。10点差つくとその時点で試合終了。ああ、そうなんだ。え、見て、ほらキャッチャーの人めっちゃスパイダーマンの色じゃない。あ、やばい、あと1分だよ、頑張って。カイセン最後に打って、なの配信が終わる前に打って。とりあえずランキング読むね。プロテクターだ、それだ。ランキング読むけど、これからランキング変わったら読まないのでギフトは投げないでください。13位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。12位三角さん、ありがとうございます。11位タカさん、ありがとう。おっと、タカさんありがとうございます。10位アジシヌクさん、あ、キャッチされちゃった。アジシヌクさんありがとうございます。9位バクトラさん、ありがとうございます。8位チエさん、ありがとうございます。7位 HKT チュエトジさん、ありがとうございます。6位メルコさん、ありがとうございます。5位 THY さん、ありがとうございます。4位テンテコちゃん、ありがとうございます。3位マサミヤさん、ありがとうございます。2位のどかさん、ありがとうございます。チーフナイモン、ありがとうございます。残念ってことで、お疲れ様でした。スミさん好き、ありがとうございます。あ、ちょうどあれになったね、ハイライトになった。三角さん、やすプッチンさん、バクトラさん好き、ありがとうございます。クッチーさん、お疲れ、ありがとうございます。じゃあ明日昼公演なので、ぜひ皆さんよろしく。明日試合見れないと思う。明日あと配信もしかしたらちょっと早いかも、時間。アジシヌクさん、ジュンちゃん好き、ありがとうございます。のどかさん、お疲れ、ありがとうございます。ってことで、バイバイ。のどかさん好き、ありがとうございます。じゃあね、バイバイ。長時間配信ありがとう。